楽しい独身飯のコーナー、イエーイ。ということで、ふつのおっさんです。どうも。今日はですね、今年で36歳になるですね、一人暮らし歴18年ぐらいかのですね、ベテラン独身ニストの僕が作るですね、最高の独身カレーでございますね。めちゃくちゃ簡単です。そしてですね、ほとんど具がないカレーなんですね。なんですけども、めちゃくちゃうまいです。具なしでカレーがこんなにうまくなるのかっていうことですね、皆さんにお伝えしたくてですね。ということで、今日は具を一切使わないトムカレーを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。今日はですね、めちゃくちゃ楽です。ご飯です。冷凍のやつでも大丈夫で、あとカレー、ジャワカレーしか使わないんで、ジャワカレーのルーです。一かけだけ使います。今回一人分のカレーを作ります。バター 5g です。で、あとニンニクなんですけど、ちっちゃいの1個、なければニンニクチューブでも大丈夫ということで、楽しい独身おっさんクッキングが始まります。キョンカレーを作る上で何が大切かっていうとですね、カレーって結構油分とか糖質、炭水化物も取りますので、これを飲みます。カロリーミット切っとこうか。まあ、別にこれはチューブのおろしにんにくとかでも平気です。あと調味料概要欄に書いてありますからね。早速鍋ですね。あ、その前にね、ご飯を温めましょう。まずこのバターね、カレールーも油分が結構入ってるんですけど、バターの香りってすごくいいので、ここに油分を足していきます。本来なら肉に出るんですけどね。まずね、熱する。はい、で熱してここでケチャップ大体小さじ2杯で、これをね熱していきます。バターと一緒にこのケチャップを煮詰めることによって、まあ、まるで煮詰めたトマトを入れたような味付けになります。カレーにトマトペーストとか入れる方もいらっしゃるでしょう。これを炒めることによってトマトの余計な酸味が飛んでですね、トマトの旨味だけ入ります。でこんな感じで、まあ、ペーストじゃないですけどちょっと焦げついてきたらですね、ここにお水 180cc 入れます。はい、でここにカレールーですね。ここにですね、他の調味料、はい、中濃ソース、大体、ね、小さじ1杯、ね、ごめんなさい、小さじ半分ですね。コンソメ、肉が入らないので3分の1のコンソメを入れます。コンソメっていうのは肉の旨味かなり入ってますんで、肉の旨味の代わりにコンソメ入れます。あとお砂糖です。小さじ半分ぐらいから入れます。ここで、おろしニンニクを入れていきます。大きいのでやるのであれば3分の1かけぐらいですね。このままだとちょっと、とろみがあれなので、少し煮詰めます。この作り方さえ覚えれば、ここに何の具を入れていただいても結構うまいのでおすすめです。やっぱりね、お砂糖は小さじ1杯入れた方がいいですね。はい、で、ここからが重要なんですけども、カレーっていうのは好みのとろみっていうのがあるんですね。とろみがつくっていうことはどういうことかっていうと、この水分がね、どん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 煮詰まっていくってことなんですよ。なのでカレーの味自体も濃くない。そのあたりを考慮して煮ていきます。だいたいどれぐらい煮たかな、 2,3 分は煮たかもしれません。この感じですね。じゃあ持っていきます。はい、ではご飯がありますので、ここにルーを加えていきましょう。でまあ、これだけだとちょっと寂しいので、このご飯の方に僕はパセリを乗せると、よくこれでよく僕が漫画喫茶で食べてたような具なしのカレーができます。ということで、お待たせしました。35歳独身渾身のカレーです。それでは独身おっさんの独身飯、いただきたいと思います。いただきます。カ
レーって肉なくてもうまいんだって思えるくらいいいレビュー。香りのなさをニンニクとバター、甘みをですね炒めたケチャップと砂糖で補ってますんで最高に美味しい。僕はね、あと辛みが足んない方はタバスコ一振りしてください。具なしでこの服はやばいな。カレー食いたい人お招きありがとうございます。独身だからね。独身限定、いただきます。うまいっす。具入ってないと思えないぐらいのコクっす、具が入ってないとはいい調味料がいっぱい入ってるから、はい、結局そこで全部補っちゃってるっていうような感じ。もしこれで物足んないんであればツナ缶とかでも全然いい、うんうんうん、というかあの最後にツナ乗せてもいいんだよね。ああいいですね。3缶ぐらい。今動物のものは入ってないんだけど、はい、動物園のものを入れると飛躍的にうまくなるから、すげえ不自然です。こんだけうまいのに米以外の食感がない。食感すごい不自然なぐらいうまいです。これサバ缶とかでもいい。ああいいですね。サバ缶とかでも崩して溶け込ませてもいいし乗っけてもいいし。独身はやっぱりこういうの世話になると思うんだよ。めっちゃうまかったです。ごちそうさまでした、ね、じゃあ俺着替えてコスプレしてもらって、あ料理研究家のコスプレしに行くんで、じゃあ帰るんで、ごちそうさまです。